フワンヘラルド・グアイド・マルケスは、ベネズエラの政治家。2010年に国民議会のバルガス州選出議員の補欠議員。2015年にバルガス州選出の議員に当選した。2018年12月に国民議会議長に選出された。大統領ウゴチャベスやニコラス・マドゥロの反米左翼政権に対する反対制派で、野党連合民主統一会議に参加する。 政党大衆医党に所属している。有力な野党政治家を締め出して行われた2018年5月の大統領選挙意見と主張し、2019年1月にマドゥロの2期目就任の正当性を否認するとともに、憲法233条を根拠に暫定大統領に就任することと大統領選挙をやり直すことを宣言した。彼の宣言はマドロ政権び マドゥロ政権派の最高裁判所からは承認されていないが、アメリカをはじめとする西側諸国からは承認を受けた。ただし、ベネズエラを実行支配しているのは依然としてマドゥロであり、実際に彼が権力を掌握しているわけではない。2020年12月6日の総選挙は、野党がボイコットしたためグアイドも出馬せず、2021年1月5日に、 審議会が招集され、ホルヘロドリゲスが審議長に就任した。これにより、グアイドが暫定大統領を名乗る根拠は失われ、欧米諸国は引き続き、マドゥロに対する厳しい姿勢は維持しているものの、グアイドを暫定大統領とするかどうかで対応は分かれている。1983年7月28日に、バルガス州ラグアイラに生まれた。父親はパイロット。 母親は教師であり、中産階級の家庭の生まれだった。七人兄弟の一人だった。1999年に、数万人が命を落とした土砂災害、バルガスの悲劇があり、その災害で友人を亡くし、自らも被災して一時へや学校を失った。この災害に対するゴチャベス政権の無責任な対応を見て政権への不信を募らせたという。2007年に、 首都カラカスにあるカトリカ・アンドレス・スベジョ大学にて産業工学の学位を取得後、米国のジョージ・ワシントン大学とカラカスのビジネススクール高等行政研究学校を卒業したジャーナリストのファビアナ・ロサレスと結婚し、娘が一人いる。学生時代、チャベスの統治により、ベネズエラが全体主義に向かいつつあることを確信するに至った。2007年にはチャベス政権が 反政府的な独立テレビ局 RCTV の放送免許更新を認めなかったことに対する抗議運動を行う学生運動に参加。同年にチャベスが自らの独裁権強化を狙って実施した憲法改正国民投票の際にも反対運動を行った。マドロ政権により投獄される大衆一党の党首でグアイドの死であるレオポルド・ロペス2009年には ジャベス政権やニコラス・マドゥロ政権に反対する野党大衆医師党をレオポルド・ロペスらと共に創設した。同党は社会主義インターナショナルに加盟しており、グアイドの同僚たちはグアイドの政治的立場を中道としているが、マドゥロ政権側はグアイドを右翼と認定して批判している。マドゥロ政権による弾圧で投獄や自宅軟禁を受ける。 大衆一首党の党首レオポルド・ロペスは数年にわたってグアイドを教え導いたという。グアイドは党内や集会ではロペスの弟子として著名だったが国際的にはほとんど知名度はなかった。2019年にロペスはグアイドを国民議会で大衆一首党を率いる指導者に指名した2010年の国民議会の選挙でバルガス州から選出された。 民主統一会議のベルナルド・ゲイラの補欠議員に当選。ついで2015年の国民議会選挙において民主統一会議候補としてバルガス州から選出されて完全な議席を獲得した。グアイドは2019年まで知名度の高い政治家とは言えなかったが2015年に選挙を要求するハンガーストライキを行った政治家の一人であった。2017年には 国民議会委員会の委員長に就任。2018年には国民議会反対派の長に指名された。国民議会内でマドロ政権の不正を調査し、ベネズエラ国民から盗まれたお金を回収するための独立機関とも協力した。複数の野党指導者の逮捕に橋を発して2017年1月から始まった抗議運動に参加したが、その際に、 マドロ政権側にゴム弾で首を打たれて証拠が残る負傷をした。2017年8月にマドロ政権は野党が過半数を占める国民議会から立法権を取り上げるため与党議員のみで構成される政権議会を設置。ここを新しい立法機関とし国民議会の無力化を図った。2018年1月に国民議会多数派の長に就任した。 2018年12月に国民議会議長に選出され、2019年1月5日に就任した。左からグアイド暫定大統領、コロンビアのイバン・ドゥケ大統領、アメリカのマイク・ペンス副大統領2018年5月の大統領選挙は、事前に有力な野党政治家の選挙権が剥奪され、それに反発した主要野党がボイコットしている状況下で行われた。 マドロは国民の投票を監視し、自分に投票しない国民の食料配給を止めるなど、なりふり構わない選挙戦を行って再選された。マドロは2019年1月10日に就任式を行い、2期目に入ることを宣言したが、1月23日、グアイドは、昨年大統領選挙は違憲なので2期目は無効で、ある年、1月10日をもって大統領が不在となった。 ため憲法233条に基づき国民議会議長である自分が暫定大統領に就任すること大統領選挙をやり直すことを宣言した。グアイドの宣言はマドロ政権によりの最高裁判所によって却下されたがアメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領はマドロの政権は正当ではない。ベネズエラにおいて唯一正当なのは国民議会であるとして グアイドの暫定大統領就任を直ちに承認した。これに対抗してマドロ政権はアメリカと断交することを発表したが、米国政府はグアイド政権を通じてベネズエラとの外交関係を維持するとしている。その後、アメリカに続く形で以下の西側諸国をはじめとする各国がグアイド暫定大統領就任への支持を公式に表明した。一月三十日には、 ニューヨークタイムスにおいてベネズエラの置かれている苦境を次のように述べた。我が国は殺人発生率が世界で最も高い国の一つです。それは政府の抗議者に対する残忍な弾圧により悪化しています。この悲劇はラテンアメリカの歴史の中でも最大となる300万人の難民の国外流出をもたらしています。マドロ市の支配下で少なくとも240人の ベネズエラ人がデモ中に殺害されました。そして600人の政治犯が投獄されています。この中には、我が党の創設者であるレオポルド・ロペスも含まれており、彼はすでに5年投獄されています。今後どうすべきかについては次のように述べた。マドロ氏及びその手下たちは、不正直に対話などと主張しています。しかし私たちは、そのような人身捜査に免疫ができています。 彼らの方へ引っ張るためのスタントはもうありません。不当な権力散脱は彼らに残された唯一の選択肢だったのです。マドロ氏が合法的に権力を維持できなくなっていることを考えると、私たちには三つの対応が考えられます。第一に、民主主義の最後の砦である国民議会を支持すること。第二に、国際社会、特にリマグループ、米州機構。 アメリカ合衆国、欧州連合からの支持を強化すること、そして第三に国民に対して自己決定権を持っていることを呼びかけることです。私たち野党政治家は民主主義への道筋として次の三段階を経ることで合意しています。不当な権力の終焉、移行期の政府、そして自由選挙です。この移行には軍の支持が必要です。私たちは軍や 治安組織ののメンバーと秘密の集会を開きました私たちは人道に対する罪を犯していないと判明したすべての軍人に恩赦を申し出ました。軍からマドロ氏支持撤回を得ることは極めて重要であり政権に奉仕している軍人も大半が近年の国の苦境には我慢できないことに同意しています。マドロ氏はもはや国民の支持を得ていません。先週のカラカスでは過去に チャビスタの拠点となっていた最貧地区でも市民が街頭に乗り出しかつてない抗議運動が起きました。マドロ氏の時代は終焉を迎えつつありますが彼の終焉を最小限の流血で済ませるためにはベネズエラ国民が団結しなければなりません。グアイドと妻ファビアナと娘1月31日にグアイドはベネズエラ中央大学での演説で マドロ政権の警察特殊部隊フェスが妻、ファビアナを尋問をするため家宅捜索を行ったことを明らかにし、フェスは私の家に留まっており、ファビアナに面会を求めている。独裁政権はそれで私たちを怖がらせることができると思っていると批判した。具合度は暫定大統領としてアメリカに人道支援の要請を行い、アメリカ政府は了解した。 ベネズエラ国内は依然としてマドロが実行支配しておりグアイドの実行支配領域は存在しないためベネズエラ難民が多く避難しているコロンビアなど近隣諸国に支援物資の集積施設を設置コロンビア北部ククタに送られた米国の人道支援物資を受け取るため2月21日に自派議員80名と共にコロンビアに入国した同日アメリカの支援物資を ベネズエラ国内に搬入することを許可する暫定大統領としての初の大統領令に署名した。マドゥロ政権は邪魔なグアイドを締め出すことを狙って2月22日にコロンビア国境を封鎖した。マドゥロ政権はベネズエラに人道危機など存在しない。米国が援助を利用してクーデターを起こさせようとしていると主張し支援物資の受け取りを拒絶。 2月23日に支援物資を積んだトラックがコロンビアからベネズエラへ入ろうとしたがマドゥロ支配下のベネズエラ治安部隊と衝突して多数の死傷者を出した。ベネズエラ難民と抱き合うグアイド暫定大統領とペンス米副大統領2月25日にグアイドはコロンビア首都ボゴタにおいて中南米諸国とカナダで作るリマグループの会合に出席した。会合でグアイドは マドロを甘やかすことは、米州全体の脅威となると訴えた。会合には米国副大統領マイク・ペンスも出席しており、ペンスは、我々は平和的な民主主義への移行を望んでいるが、トランプ大統領は、あらゆる選択肢が、訴状に乗っていると明言してきたと発言したが、会合は、軍事力行使は拒否し、代わりに、マドロ政権による市民への暴力と支援物資阻止を、 人道に対する罪に認定する、要国際刑事裁判所に働きかけることを決議した。また、アメリカから5600万ドルのベネズエラ難民支援を取り付けた。2月28日にはブラジルを訪問し、ジャイール・ボルソナーロ大統領と会談。マドロ政権への圧力強化を要請し、ボルソナーロはベネズエラに民主主義を取り戻すための努力は惜しまないと応じた。同日、 3月4日までにベネズエラに帰国することを宣言した。2月22日の出国は出国禁止命令に反する形で行われているため、帰国後に拘束される恐れがあり、グアイド本人も記者団に、私や家族はマドロ政権から脅迫を受けている。東国の脅しもあると語っている。これについて、米政府はマドロ政権がグアイドに危害を加えた場合は相応の、 処置を取ると警告している。3月4日に首都カラカス近郊の空港に到着し、ベネズエラに帰国した。マドロは帰国次第グアイドを出国禁止命令違反で処罰することをちらつかせていたが、この日に身柄拘束されることはなかった。グアイドの身柄拘束を防ぐためフランス、ドイツ、スペインなど各国の大使が出迎えに空港を訪れており、 国際社会の反発を買うことを恐れて、即時の身柄拘束を見送ったと見られている。アメリカのマイク・ポンペオ国務長官は、グアイドの無事の帰国を歓迎する一方、国際社会は凶悪なマドロ政権を倒して、ベネズエラの民主主義を平和的に回復させるため、一致して圧力をかける必要があるという見解を表明した。三月六日に、マドロ政権は、グアイドを出迎えたドイツ大使、 ダニエル・クライナーを野党の過激主義者と共謀したとして、ペルソナ・ノン・グラーダに指名し、ベネズエラから追放すると宣言した。この決定についてグアイドは、国民議会で自由な世界に対する脅威だと述べて批判した。ドイツ政府も理解できない決定だ。欧州のグアイド支持は揺るぎないとして、マドロ氏を標的とした制裁に賛成すると表明した。米国政府は、 マドロ政権交換と家族のビザを取り消すとともに、外国の金融機関でマドロ政権に利益を与えるような取引に関与した者は制裁に直面するとの見解を表明した。3月28日、ベネズエラの会計検査院のアモロソ委員長は、グアイドの海外渡航費の支払いについての説明が不十分だったとし、15年にわたって、 グアイドを公職から追放すると宣言した。これに対してグアイドは、合法的な国民議会から指名されていないやもろそ、死の発表は無効だと主張しており、米政府もこの処分を一周している。公職追放処分は、象徴的意味合いが強く、実際の影響は軽微と見られている。4月1日、最高裁は、グアイドの不逮捕特権の剥奪をまずるはのみで、構成される。 政権議会に要求。これに対してグアイドは政権に拉致される可能性の懸念を表明した。4月2日に政権議会はグアイドの不逮捕特権を剥奪し暫定大統領就任を宣言したことを理由にグアイドを刑事訴追する権限を最高裁に与えると宣言した。これによりグアイドが出国禁止命令違反の容疑で逮捕される恐れが出ている。 憲法上不逮捕と権白奪は国民議会の議決を経なければならないことになっているが国民議会は政権議会によって事実上権限を奪われた状態になっている。ただアメリカがグアイドのみの安全を求めてマドロ政権に圧力をかけておりマドロ政権が逮捕に踏み切るかどうかは不透明。4月30日にリハン兵士らに自宅南京から救出されたレオポルド・ロペスと共に ビデオメッセージを出し、軍に決起を呼びかけた。これにより、反、マドロ派の軍人たちが、催涙ガスなどで鎮圧に当たる、マドロ政権側と衝突した。その後ベネズエラ各地で衝突が発生した。マドロ政権側はこれを、クーデターと非難し、クーデターは、失敗に終わったと主張している。一方アメリカ政府は、アメリカは、具合と死を暫定大統領だと考えており、 明らかにクーデターではない。グアイド氏側による勇敢な行動だと述べ、グアイドの行動を指示表明した。2020年1月5日、マドロの指示を受けた軍が主要な野党議員の国会議場への入場を妨害した。その間に、マドロ支持派の議員の一部議員のみで議長選が行われ、ルイスパラを議長に選出した。 これに反発した野党議員ら向こうを訴え別の場所で独自に議長選を実施し、グアイドを議長に再選した。1月7日、グアイドが国会議場において暫定大統領の再就任を宣誓した。一方、マドロ派の最高裁判所は5月26日にルイスパラオ議長として承認した。2020年5月2日、 反対性派が支援していた民間軍事会社シルバーコープ USA と志願者によるマドロ政権の打倒計画が実行されるが事前から計画を認知していたベネズエラ当局によって短時間で鎮圧され最終的に8人の死者と多数の逮捕者を出して失敗した後にグアイドとシルバーコープ社の契約書が公開されたがグアイドはこれを偽造とし関与を否定している 本作戦は、ずさんな計画、敵に情報が漏れていたなど、共通点が多いピックスワン事件と比較される。2020年5月後半にメガナラシスが実施した世論調査によると、グアイド同大統領として信頼していないと回答した人が88%に上り、マドロ政権打倒計画については85%の人が非常に悪いと評価した。なお同調査では、 マドロ政権について71.5%の人が不満を持っていると回答している。2020年12月6日、野党がボイコットを宣言する中で国会の選挙が実施され、マドロ率いるベネズエラ統一社会党が勝利。ルイスパラに代わる審議長としてホルヘロドリゲスが選出され、2021年1月5日に就任した。 アメリカ政府も欧州連合も選挙結果を認めてはいないがアメリカが引き続きグアイドを暫定大統領として承認する一方欧州連合はグアイドを特権を持つ対話相手としつつも議長職を失ったことを理由に暫定大統領の承認を取り下げたベネズエラ中立宣言した国発言がない国グアイドを承認した国国民議会支持を表明した国 マドゥロを承認した国2019年2月28日現在以下の国々がグアイド暫定大統領を支持している。マドゥロの2期目の大統領就任を支持している国はニコラス・マドゥロ・マドゥロを承認している国を参照。グアイド支持を明言せずに国民議会支持を表明している国は国民議会国民議会を支持している国を参照。EU は2021年1月5日の 審議会招集以降、具合同、暫定大統領と認めず、2021年1月5日に審議会が招集されたが、アメリカは選挙結果を認めず、ありがとうございます。